今日はこちらをね作っていこうかなと思います。田舎駅、箱庭シリーズ田舎駅というのをね組み立てていこうかなと思います。まずね作るにあたってなんですけども、何が必要かというと、このニッパー、100円もあるんですけど、200円ぐらいのやつをセレクトしました。こちらダイソーさんです。で、プラモデル屋さんに売ってるこの、この接着剤ですね。値段もこんな感じです。早速中を開けてみようかなと思います。中はこういう感じになっています。これ実際ね芝生をね植えることができるんですけども、こんな感じで育てる感じになってるんですけど、今回はちょっと違うものでを代用してやろうかなと思います。説明書になってます。こういう感じに。実際ねこれ電球を中に入れて光らせることができるんですけど、ちょっと複雑なんで今回は省略します。スピチューブ、Instagram 始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。完成しました。こんな感じでできました。プラモデル久々に作ったんですけど、今こんな感じです。イメージ的には、まあなんかそのいろいろ廃墟とかいろんな街を行くんですけど、まあそれをちょっと意識しながらちょっと作ってみました。これはね、なんかトタンのボロい感じをね出して、まあ線路とかもやっぱ油とかでちょっと茶色っぽくなると思うんで、まあ、それを意識したり、電車待ちの車のオイル、まあ、その当時昔はやはり燃費というかこういうね排気の関係もあるんでちょっと下の方とか汚れてたかなとかいろいろ考えながら、作ってみました。で、まあ、このねまあこれは一応田んぼをイメージしたんですけどもまあなんかシダ植物というか用水路にあるような水草になりましたけどこちらはねセリアさんで人工芝のやつを買ってそれを切ってつけたという。で、まあ、これとかは水の流れを意識したくてなんだろうな木工用ボンドみたいなのを使ってこのあれを再現しましたね。はいこんな感じでございます。でちょっとね明かりを使って今再現してるんですけどまあ駅はこんな感じです。ちょっと暗くしますね。するとまあなんかこんな感じになります。ちょっと散らかってますけどなんかゴミみたいなのがはいはい、というわけで、今日はねこんな感じでお届けしました。またこのプラモデルシリーズをねどんどんやっていこうかなと思います。まあこの今までね自分なりに見てきた中でまあね他の視聴者さんには負けるかもしれないですけどもまあそれをちょっと意識しながらちょっとプラモデルを作っていこうかなと思います。プラ版スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。